パクワさんはいかがですか、あのメンバー見てて、こうオンとオフちょっと激しいな、はい、このメンバーはっていうメンバーいました。こう一生懸命やるときは結構あれだけど、遊ぶときはだらーってしちゃうとか、なんか、まだ重た思うことがなかったんですけど、今考えば、なん誰だろう、難しい。俺なんか、あ、僕なんか一緒になんかリューター君となんかジェラシーのチームなので、その時なんかバラの上でなんかしなんかやるシーンを見たけど、それを見てなんか、あ、なんかやばいなと思いました。確かにリューター君、はい、うん、そうですね。そう、リュータさんね、なんか意外、まあ、意外っていうか、こういう感じもすごく素敵なんだなって、なんとなくこうね、フェイスがこう可愛らしいというか、なんか可愛いのもにアイドンケアとかに行ってもね、全然いい感じっぽい、そうですね、こう濡れてもかっこいいっていうかね。僕は結構こっちのイメージが強かったです。あ、確かにメンバーのイメージと多分視聴者の方が思ってるイメージちょっと違うこともあるかもしれないですね。知りたい知りたい、そういうの、そういうの知りたい。もうちょっと大人っぽいイメージありますリュウタは。なんか自分が求めてるものと多分ね、周りからのイメージとかはやっぱちょっとは違うから、僕はリュウタくんがすごい合ってる曲だなって聞いた時に思ったんですよ、初めて聞いた時に。そうですね、そうなんだ、なんか歌的にも似合うじゃないかなと思います、うん、そうだ、あ、へえ、似合います。じゃあやっぱね、リュウタさんはじゃあ結構みんな満場一致でこういうイメージなんですね。ジェラシーだなって感じです。ジェラシーだなジェラシーだななんかおかしいないいですね、あ、そうですか。D チームジェラシーです、どうぞ。このあなたはどうしてどこかで誰かと楽しんで、知らなかったんで夜がこんなに長く感じるんだなんて。おくたらいに既読つくの待ってたデフル OK OK なんて言ったって感情はブルー。 D チームもねストイックでしたね。この A チームに負けないぐらいストイックさを見せてきたチームです。で A チーム土でやばいなと思ったら D チーム水だ。水も大変だ、足をこう取られるんですね水は。で水しぶきを上げようと思っても実はなかなか上がらないんです。なので非常に意識的にやらないとそれがうまくいかない。だけれども D チームはしっかり水しぶきを上げながらターンを決めながら最後まで見せ切った。それも自分たちのこの役割としているセクシーな見せ方っていうのもちゃんと見せ切れている。今回肌を触る振りが多いんですけど、ちゃんと肌を触るという意味合いを意識できているメンバーが多かったし、レースをまとうとか、あの見た人がその人をセクシーだと思うあのニュアンスがたくさん入っている MV なんですね。それぞれを役割をちゃんとあの MV 上で認識して見せていたのがすごく好感触だったし、最後それを全部こう蹴散らすようにどん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 エネルギーで見せていくラストのサビの見せ方がめちゃめちゃかっこよかったです。最後掴むところでしっかり掴めていたいい MV だなと思いました。ねえ、なんかやっぱ私たちが見ていても水の中でっていうのってすごいと思ったんですけれども、やっぱね、そこってなかなか TAKAHIRO さんから見てもやっぱりそう感じられるんですね。誰かといてもいつでも君に触れていたいよ。伝えられない思いがこの胸で黒く染まってゆく。最初に君に出会った時、ハートに光灯のようなフィーリング。メロディの中で鳴らす名を言えるのに
は世界最高を、ただただ誰も叶うはずなんてない予想だろう。どうしようもない解消法もなく、ただ縛られてく。ああ、きっとこれはチャンス。さらに世話しないジェラシー。今君は誰と言った。